法、有名企業就職率の400社、やっぱり学歴フィルターのない会社を含みすぎだった。2月某日、ヤフー知恵袋に次のような質問が投稿された。有名企業400社就職率ってやっぱりおかしな指標だと思います。どうして大量採用系の短期離職率が高い有名企業や有名とは思えないキャノンの孫会社とかも対象にしているんですか？という質問に完全同意です。明らかに学歴による選別がされていないとマイナビなどの採用実績校などを見て感じる企業が判明しているだけでも50社以上存在し、その大多数が大量採用系で離職率が高いという評判でした。有名400社中、100社以上は学歴不問なのではないかという説が出ていますが、どう思いますか？私はこの指標が学歴とリンクしているようには思えません。昨年なんかだと大阪観光大学という大学が結構上位で、なんでこの大学がこんなに上位なんだろう。偏差値は BF ですと思いました。学歴不問の大量採用系企業が100社もあればランキングのおおよそ100位以下の大学は妙な大学がランクしていたりと不自然なことがよく起こるので、あまり参考にならないと思うんですが、どう思いますか？総合職も一般職もごちゃ混ぜだから一概に言えないね。まあ、リクルートのやってることを鵜呑みにしちゃいけないってことです。書いてある文献が読めないと大学も就職も失敗するってことです。400社がどういう経緯で選出されたのかわかりませんが、高卒でも入れる企業が散見されます。例えば静岡銀行とサイゼリアならどちらが入社難易度が高いでしょうか？答えは明白です。金払って無理やり400社に入っている可能性も高いですね。地方国立大が2コマなど三流大学より少ないのも納得できます。大阪観光大学が上位なのは日本旅行、近畿日本ツーリスト、東部トップツアーズ、 HIS の窓口業務で就職した人がたくさんいたからでしょう。大阪観光大学はこういった進路の人多いようです。これら4社の窓口業務採用は学歴は問いません。山崎製パンや伊藤園も実は学歴全く関係ないのは就活生には有名な話ですが、そもそも有名企業就職率は現場職採用も含んでいるので学歴とリンクはしてないです。総合職研究職あたりのみを対象にしたデータでもないですし、サービス業の割合も実は多いです。以前サービス業といっても数社でしょと言っていた人がいますが、400社の4分の1は学歴不問のサービス業、建設業、製法レディ、IT と型、住宅販売業などで占められているので、大東亜帝国や接心追悼、明明中日の文系は 95% 以上公有職です。なのでこの数値が高くても有名なサービス業にたくさん就職したんだとしか思いません。この表を見るなら少しでも世間評価の高い大学に行く方がいいです。週刊ダイヤモンドの売り上げを上げるためのキャッチコピーですので、まともに考えることはありません。有名企業、大学名みたいなものが載ってますよということが一目でわかる文字を載せると、この手の週刊誌はよく売れるそうです。インテックも有名企業400社だけど採用実績校を見る限り学歴フィルターはない感じする。清水建設、鹿島建設、大成建設、大林組、竹中工務店も400社だけど学歴フィルターないね。学歴フィルターない企業が400社に含まれすぎ。結局はエフラン大学の関係者に対する忖度だよ。やっぱり有名企業400社特集で雑誌を買ってほしいからね。学歴フィルターある難関企業のみの400社にすると、大東亜帝国や接心追悼は400社就職率 0% になってしまうからな。特に工学部がない大学は客を手放すようなことはしないよ。大東亜帝国接心追悼の学生に夢を与えるようなことをして最低だと思う。他の方が過去に知恵袋で添付していたこの動画を見てすごい納得しました。簡単に言えば、昔から次第は有名企業への就職率が高いのは一般職で稼いでいるからだと言われていますが、その事実がしっかりわかるデータでした。ここで登場する次第とメガバンクに限ったことではなく、他の企業と次第でも全く同じことが起きているのでしょうね。偏差値の低い大学が上位に来てることにも納得です。また大学の就職をランキングするときに、どのランキングもほとんどが率ではなく数です。丸大は大手に採用が多いことが分かりましたとか、平気で週刊誌とかでも書かれていますが、大学って1桁も2桁も違う大学が普通にありますから、学生数が少ない大学は土壌に乗せないという仕組みです。つまり有名次第に得な仕組みに思えて仕方がないですね。業界の闇を感じます。そもそもこれ、日本航空や全日本空輸のキャビンアテンダントや JR や近鉄などの大手私鉄の運転手も含んでいて学歴不問なんだよね。大阪経済法科大学っていう関西の下の方の私立大学が有名企業400社にこれだけ就職しましたって宣伝していて、その中に近鉄は含まれてる。他にはスカイや日本マクドナルド、ニトリ、大塚商会、ユニクロとかも有名企業ですって言ってる。千葉浦工業大学も JR や私鉄の運転手率が高いって言われてるから、真の難関企業の就職率ではマーチより上とは到底思えない。結局4校大はマーチより下だと思うよ。千葉浦はマーチ未満では検討しているとは思うけど、この指標はもともと理系に有利すぎてあまり意味ないと思う。理系学生は全般的にメーカーを目指すけど、文系学生は必ずしも電車の運転手やアパレル店員になりたいかといえばどうかなって思う。でも文系が憧れる総合商社やマスコミやらの職は低学歴じゃ厳しいしね。文系のみの大学だと一橋大などの高学歴はむちゃくちゃ高くて、低学歴に
には厳しい数値になりがち。現在の労働市場は人手不足のため、超売り手市場です。新卒者は入り口で学校歴をチェックされる部分もありますが、大小規模に関わらず、多くの会社で3年以内に3分の1の割合で離職し、転職市場も若ければ誰でもどこでも入れるざるの状況です。また、かつての名門企業も人口減少で、特に内需メインの企業は将来はなく、若いうちは仕事が大変な割に年収も低いです。銀行、不動産、住宅、石油、鉄道、重工業、小売など様々な分野で今後は厳しいと思われます。いつまでも学歴や大会社のブランドにこだわるのではなく、未来を見越して、今後も比較的安定と思われる、対外輸出品メーカー、運輸電力通信土木などインフラ系、公務員、医療看護福祉などへの就職をお勧めします。